ユモ210ユンカースユモ210は1930年代にユンカース社が開発した航空用液冷倒立 V 型12気筒エンジン610から 700PS クラスの出力でロールスロイスケストレル等と競合した1931年に社内コード L10 として着手し翌1932年10月22日に初ヒ入れされ GW33 に搭載して飛行試験を重ねた。機械式下級機装備の1機筒あたり3弁形式で、シリンダー一体鋳造型ブロックは、ラインボーリング加工され、各部プレーンメタルベアリング指示により、小型かつ軽量で、生産性や堅牢性にも優れていたが、最高出力では、他社機にやや劣った。 最終発展型のジュモ 210G では、同社のアウグストにヒテが開発した、世界初のガソリン直噴システムを搭載した。シリンダー内に、別個、ポペットバルブを設け、負圧により開閉する、チェックバルブから燃料を適化する、初歩的なもので、高圧ラインからインジェクターにより切り花噴射する後の、標準的形式ではなかったが、キャブレターを廃したことで、戦闘機の運動性が、 画期的に向上したため、他のドイツ製エンジンにも波及した。このジモ 210G は、メッサーシミット BF109 と BF110 の初期型にのみ搭載された。大排気量高出力のダイムラーベンツ DB600 と時を同じくしてジモ211へと発展した。ありがとうございます。